いやめちゃくちゃ天気いいですね。最高。やっぱ気持ちいいなゴルフ場は。今日はカメリアヒルズカントリークラブですね。僕初めて来させてもらいましたけど楽しみです。お、いらっしゃいますね。素晴らしい。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして、竹村です。前園です。今日よろしくお願いします。お願いします。今日はあの竹村さんと一緒に回れるということで、はい、楽しみにしてきました。はい、どんな感じなんですか。なんか楽しく回れるというのはちょっと聞いてるんですけど。そうですね、まあ、先日発売になったこのシムグローレ、はい、ドライバー、ヘアウェイウッド、アイアンを使っていろんな勝負を、ね、して、はい、あのまあ、私に勝てば、はい、このクラブフルセットをプレゼントしようかなっていう。本当ですか。はい、気になってたんですよ。はい、一応なんかこうチェックはするので、はい、どういう感じかなっていうのは気になってました。発売してもずっと使ってるんですけど、すごく優しくなってます。優しくなってる、はい、もうこのスイートスポットもね、はい、大きくなって、もう僕ら素人にはあもうぴったりだと思います。使いこなせればちゃんと、はい、ぴったりだと持ってこいの、はい、うわ楽しみだな今日打てるの、はい、じゃあ今日楽しみしてます。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは、はい、あのドライバーを使ってちょっとドラコン勝負なんて。前園さんが3球持ち球あります。はい、で私1球です。あら、で、あの、まあ、3球連続打ってもらって、はい、でその後に私が1球打つんですが、はい、まあ、それでどっちが飛んだかみたいな。わかりました。はい、はい、じゃあまずお先に3球、はい、ね、はいはい、ちょっと集中ちゃんとしながらね、集中するよこれ。 PK と一緒だ。 PK は3本ないんだから。お願いします。お願いします。大丈夫ですよ、もう一発目だから。持ち玉3球あるので。今もう分かりました、自分で分かりました。はい、やっぱ自分のその欠点みたいな、あやっぱ右足なんですよ多分。はい、じゃあとまだ2球あるんで。はい、はい、右足が上がってんだよな。落ち着いて。ここに当たってますけど。ここなのにここに当たってますけど。普段ラウンドしててそこに当たるってことはまずないでしょ。ない、ないですね。ね、ないですよね。だどんだけちょっと緊張してるかっていう。でもそういう中でプロはやってるわけですよね普段。はい、そういうことですよね。そうってことです。だそれをやっぱ言い訳にしちゃダメってことですよね。自分に厳しい。さすがアスリートだな、もっと。そう言うしかないですよねこれ。そういうことか。すごい。どうですかプロ。これすごい。え、何ヤード飛んだの。どうでした今の飛び。逆に、いや今もう本当にこう逆に言うともうちゃんと当たってる感覚がないぐらい一体化して運んでくれた感じがします。うん、もう捕まったっていう感じ、うん、それが綺麗なドローだし、はい、ドローって言ってもこう捕まりすぎてないじゃないですか、はい、もうほとんど一直線ぐらいの、はい、あとは高さもあったし、はい、高さある中でも強かったじゃないですか、はい、ちゃんと前に。いや素晴らしいボールでしたね。1球目2球目の差がありすぎてちょっと私もちょっとびっくりなんですけど。そうですね、自分の中では、はい、普段通りに振った感じですか。これじゃこの撮影になんないなっていうのをちょっと自分でプレッシャーをかけた。さすが、あの、はい、今さ最後、はい、そしたらでこれ言い訳しちゃダメだなと思って、うんうんうん、ちょっと一瞬こうちょっとスイッチを入れたという。いやいい球でした、ちょっとびっくり。ありがとうございます。いやーナイスショー。内緒ですね。うわ、はい、きれい。まあ、やっぱり
優しく捕まってくれるので、綺麗にまっすぐ行きますね。プロ自分が何してるわけじゃないんですよ、はい、ただ振るだけで、はい、まあ、ミスをカバーしてくれるから、振ってるだけで、はい、もうクラブが捕まって高く上げてくれて、はい、運んでくれるみたいな。確かにな、はい、本当にクラブ様々で、いや本当にびっくりした。球浮かないんだもん、ね、だってしかもこんだけダフるんだもん本当にどうなるんだろうと思った。僕もびっくりしました。いやでもさすが最後やっぱりアスリートですね。いや気合の入れ方がある。やっぱ僕ら素人なんで、こういうところに来るとよりやっぱ緊張感があるし、こうそうなるとスイングとかも硬くなったりするから、普段通りっていうのが逆に難しくなるというか。そうですね、今日も撮影だし、はい、あとこうまあなんかコンペとか人が見てるとなおさらこう緊張するじゃないですか、うんうん、後ろに人がパラパラいてね。そうプロゴルファーもそうなんですよ、はい、あの開幕戦とか、あの試合、うん、第一戦目っていうのはみんな緊張してて、プロでもはあ。そう、どうしても肩に力が入るから。僕もそうでしたもんね。そうで、はい、ちょっとジャンプしてこの重心を落とすとか肩の力を抜くとかっていうのは大事かな。なんかそういう自分なりのなんか見つけるってことも大事ですね。そうですね。これプロですか。はい、私です。でもちゃんとな。いやすごっ、まあ、私大体あの200ぐらいしか飛ばないんですけど。200ぐらいですか、はい、この距離の差すごいですね遠いわ前園さんが。多分でも60ヤード以上あるんじゃないかな。いやでもすごい、こんな差出ちゃったんだ。いや、こんな飛ぶとも僕思ってなかったですよ正直。普段はどれぐらい飛ばれるんですか。250いくかいかないかって感じです。そうなんですね、まあ、ちゃんと振って、はい、お、あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、いつものドライバーより飛んでます。飛んでますね。捕まってるっていうのが嬉しいですよね。そうなんですよ。こう右に逃げてなくて強い球で捕まってるから、ちゃんと捕まってまっすぐ、こうちょっと泥気味でしたかね、うん、飛んでたっていうのは、うんうん、第1回目ドラコンいや、ただそれはもう男性なんでね、それ当たればあるまあそうですよね、はい、そうです、まあ、体重の差でまあそれはしょうがないっていう。すごかったです。ありがとうございます。参りました。ありがとうございます。